までこれうまく成熟させるかですね、両チームね。うん、まあ、ゲームの中の、このピッチの中でのすり合わせというのはすごく大事になってくれますし、はい、どちらもとにかく白星が欲しい、そして弾みをつけたい大事な一戦です。前半の45分がスタートしました。ワンタッチで今度はうまく鹿島が右を使うようになりました。あー、いいものです。反撃で取ってシュート。最後はキーパーも飛び出してあわやというシーンでしたが、ファンアラン非常にポンスンテの場合には大きな声でマイクにもよく入り、印象的にそんな感じがしました。シュートまで、これいいですね。美濃川仕方エベラウド反撃シュート、さあ古橋です。またしたボール拾って、ここから荒木は前に行きたい。レオシルバ相手を1枚剥がしながらシュート、もうわずかに左外れました。上島から大南、ここも連動してボールを奪いに行きます。そして今前半が終わりました。変えましたね。ちょうど今仲間と一平篠塚を捉えることができました。詳しく分かりましたらまたご紹介します。ゲーム解説は今日は佐藤雄介さんでお送りしています。動き出しの良さっていうのは単発ですけど出してくれたと思いますね。そして神谷も下がりましたが思うようにいかなかったですね。さあ後半のスタートです。広げたところから三丸が高いポジションを取ってインサイドハーフの仲間がこう縦にランニングした時にボランチの船橋がついてきましたね。はい、アウト。ファンガラーの、ファンガラーの縦パス通った、チャンス、シュートは打てるぞ。上田先制、上田の右足、鹿島アントラーズ待望の1点、右足を決めました。まあ、中央でファンガラーの受けた場所も非常に良かったですし、少し中に持ち出しながら左足でラストパス、背後の取り方も上手でしたし、キーパーかわしてからもスムーズでしたね。このタイミング良かったですね。また通ってますよね。で少しアウトで晒して外してシュートまで早かったですよね、上田ね。まあ、上手でした、シュートまでね。良いゴールでしたね。外してシュート、ニア打ち抜きましたね。まだ時間は当然十分ありますが、上田が点を取って1対0、ホームのアントラーズが先制点を取りました。おっと、江坂、江坂、もう一度江坂は入れる、ゴール、仲間決めて1対1。江坂ナイスアシスト、仲間ナイスゴール、吠えた仲間が1対1。少し江坂が覗きながらうまく外して、で仲間が背後からランニングですよね。でいいボール場所にボールも来ましたし、だ思い切って、まあ、一回顔を上げた瞬間に中の状況見てますよね。だおそらく犬飼の足にボール当たってると思うんですけど、まあ、ボールが来ると信じて仲間も入ってきましたし、いいところにボールが来ましたし、簡単なゴールじゃないですよ。大木も出てきてますから。流れたボールチャンスは、そのままクリスティアの体をまず寄せてくる相手に渡してくれ、江坂、江坂、もうゴールならず。一平篠塚も詰めましたがゴールならず。ゴールキーパーの、さあこれチャンスになりました。仕掛けてクロスボールに江坂、これは沖のビッグセーブ。江坂が行く、拾って、ここは長戸、長戸前に出ました。長戸のクロスボール待ち、マイナスのボールチャンス、シュートへ、いやナイスボール、リフレクションもありましたが最後決めたのはどうやら白崎のようですね。潜っといてマイナスですよね。でそこに対して染めの白崎、柏の選手に当たってますよね。ゴンスンテからすると、まあ、三つ丸の肩、まあ、小賀の少し頭にも当たってるんですかね。まあ、コースが変わってるんで、そうですね、三つ丸の肩、小賀の少し頭かすめてる感じですかね。で最初の軌道からボールが動いてるんで、三つ丸入れて落下したボールを拾うのはレイソル。そしてタイムアップの笛、アントラーズ連敗は3でストップ。